皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。突然ですけれども、ハイボールについてお話をさせていただいても、語らせていただいてもよろしいでしょうか。ハイボール、まあ近年も爆発的に流行っているウイスキーをソーダで割った飲み物なんですけれども、僕もなんかこのハイボールに関しては結構いろいろこの考えることというか思うことといいますか、その気づいたことみたいなのがありまして、ちょっくらそんな話をですね、皆様にさせていただいて、皆様にそれをシェアさせていただけたらなという話でございます。なんか美味しいハイボールの作り方みたいなタイトルが一番良かったのかもしれないんですけども、まあなかなかね、そんな自分でこの美味しいハイボールだよなんていう風にこのね、言うのもなかなかおこがましい話だなと思うので、ちょっとこの語らせていただくというスタイルにさせていただければなと思うんですけども、よかったら参考にしてみてくださいませ。美味しいハイボールについて皆様と一緒に考えていきましょうということでございます。とりあえずまあ基本的に僕最近思うこと、2019年9月現時点で思うこととしては、まずですね、全てのものをもうキンキンに冷やすことだと思うんです。全てのものをキンキンに冷やす。でちょっくらうちのお店はソーダマシンで炭酸を作っているんで、ピッチャーの中に氷もたっぷり、注いで、もう蒸留水をもうたっぷり、注いでいきます。ウィルキンソン炭酸とかサントリーの炭酸とか使っていればね、それをまあ冷蔵庫とかに入れといてもガッツンガッツンに冷やしておく。でうちの場合はちょっとピッチャーに入れて氷をたっぷり入れてガッツンガッツンに冷やしておきます。でその間にグラスをガッツンガッツンに冷やしていきます。その飲み物の美味しさっていうのは、そのもちろんその飲み物そのものもあるんだけれども、なんかこうね、飲む前からね結構いろいろ決まってる気がするんです。その飲み物が出てきました。でその飲み物をこの持った時にも美味しさは始まってるし、飲み物がその口の中に入って舌の上に乗っかって喉を通る前に、この唇がこのグラスに当たった瞬間から美味しさというのは始まってると思うんですよ。持った瞬間、グラスが唇に当たった瞬間、もうこの辺から美味しさというのは始まっているので、その辺もそのこのキリッとした、あと味をこの際立たせるためにキリッとした味を出すためにまずガンガンに、冷やします。でこれでまたしばらく、放置で、お水の方も、なんか割と冷えてきたと思うんですけれども、このボトルもガンガンに冷やす。このボトル自体もね、そこそこその温まってしまっているので、冷たいお水を入れて、これ自体もそのガンガンに冷やす。で新しくお水を注ぎ、でうちの店はソーダマシンを使っているので、ソーダマシンでもうガツンガツン入れて強炭酸にしていくと、でちょっとしばらく置いて、ソーダ炭酸を落ち着かせます。でその間にまたさらに3回し3回ししてグラスをガッツンガッツンに冷やすと。でこれ今水が垂れてきたんですけども、この分そのグラスの温かさがあったってことなんですよね。ただ言ってみれば、今その水滴が落ちた分だけこのグラスが美味しくなったってことだと思うんですよ。この分最近は本当もうめちゃめちゃ暑いからね、この、グラスから出てくるお水がもうすごい増えております。でもこういうのをその、ね、放置したりとかしてあったかい状態で作ってしまうと、まあ、その分この、ね、味がぼやけてしまうというような、結論に最近行き着いております。でここから、普段はお店で出すときはメジャーカップで測るんですけれども、ちょっと横着しましょう。ここは普通にちょっと安いお酒ですけれども、ちょっと今日はニッカを、使っていこうかなと思います。本当はまあ角とかね、メーカーとか使いたいところなんですけども、ちょっとまあちょっとニッカで、で本当はいつもは測りますけれども、ちょっと今日は横着で、目分量で入れていきます。そしてこれもガッツンガッツンに冷やす。そして落ち着いた炭酸を入れていくと、1ガッツンガッツンに冷やす、で2このシュワシュワをもう
もうすごいもうめちゃめちゃ大事にすると、このシュワシュワをその氷に当ててしまうとこのシュワシュワがどんどん抜けてしまうんですよ。なのでこう何かしらのこのスプーンとかを使って背中を使ってこのシュワシュワが氷に直接当たらないようにそーっと注ぐわけですね。そうするとできるだけどうだな、そのあんまりこのシュワシュワが抜けない状態でグラスに注ぐことができると。でこの後にこのまたこうたくさん触りすぎるとシュワシュワがどんどん抜けてしまうので、まあ、一回この下からガーッと返してあげて、完成という感じでございます。こんな感じでそのガッツンガッツンに冷やす、そしてこのシュワシュワを超大切に超大事にして注ぐっていうことをやると、なんとなく美味しいのが作れるのかなと思うんですけど、どうでしょうか。ベン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 、こんな感じ。これがそのキンキンに冷えたハイボールでございます。いただきます。素晴らしい。もうこの持ってるこの指がもう冷たいって感じになるぐらいまでもそのグラスもすごい冷えてますし、もちろんその唇がこのグラスに当てた時にももちろんこのひんやり感っていうのがすごい伝わってくるんで、この味がやっぱこのシャッキリタッキリとこの立ってる雰囲気になるんですよ。でこのハイボールのやっぱこの醍醐味としてはこのやっぱこのシュワッとしたこの喉越し感、この舌触り感だと思うんですけれども、ちゃんとこう炭酸をねこのしっかりこの抜けずにこの丁寧に注いであげることで、シュワシュワ感が際立つ一杯に仕上がっているような気がします。地形よって話ですね。遠くに行きましょうそんな感じでございます。まあそういろいろ偉そうに言いましたけども、要はそのキンキンに冷やしてそのシュワシュワ大切に注ごうっていうそれだけの話なんですけども、でもこの2つもこのしっかりこの守れる守って作るだけでも全然美味しさが変わってくると思うんで、うん、めっちゃうまい。変わってくると思うんで、その皆さんご自宅でそのハイボール作る文化がありましたら、ぜひそののも参考にしていただければという感じでございます。今までそのハイボール缶とかでさ買ってばっかりで、もしくは外で飲んでばっかりで、まあ、まあ家でその、ね、作ったことないなっていう方も結構いらっしゃるかと思うんですけれども、なんかこれを機会にねちょっと家でやってみるのもねすごく面白いと思います。角瓶とか、好きなウイスキーを買ってきて、まあ、ウィルキンソンとかサントリーとかのソーダを買ってきて、でそういったものを使ってもうグラスをキンキンに冷やすところから、家のその製氷機の、あの氷とかでもいいと思うんですけれども、できればそのコンビニとかでその、ね、100円とか200円とかであの氷売ってるじゃないですか。そういった氷を使って作ったりとかするとまたこのねあの美味しさがこの2倍にも3倍にも膨れ上がりますので、そんなのも用意してやってみると面白いんじゃないかなという感じでございます。いいですね、このシュワシュワがまたこう全然こう立ち込める感じでございますよ。ぜひ試してみてくださいませ。レッツチャレンジ、ありがとうございました。